ビスコで栄養補給。ビスコの元気レシピのご紹介です。オレンジ1/2個は皮をむき、実を取り出します。キウイ1/2個も皮をむき、輪切りにして4等分に切りましょう。ビスコ、シンバイオティクス各1枚を用意し、ビニール袋に入れ、粗めに砕きます。ボウルの底に氷水を当て、生クリーム 200cc と砂糖大さじ1を入れて、角が立つまで泡立てます。砕いたビスコを加えて混ぜましょう。ロールパン4個を用意し、縦に切り込みを入れ、切り込みを開いてフルーツを入れます。クリームを入れ、さらにフルーツをのせます。ビスコを刺してお召し上がりください。ビスコの元気レシピで栄養補給。さあもうひと頑張り。以上、デリッシュキッチンでした。